ママ好き、俺のことママ好きって呼ぶんじゃねえよ。おい、早速いじめられてんじゃねえかよ。パンツが落ちている、パンツ手に入れた。財布見つけた。この人が財布落として困ってる人だね。はい、財布見つけましたよ。見つけたけどてめえには返さねえよ。お前すぐ俺に物頼むな。俺はお前のお母さんじゃねえからな、マジで。春子先生の子供が欲しい。いや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 。ウエス、じゃあ今回もやっていこうか。今回はね、この前いつやったか忘れたけどね、先月だったかな、ラブトークスっていうこのなんか恋愛ゲームみてえなやつをやりました。で、この夫愛の可愛いこの子を攻略することに成功したんだよね。で、残すところはこの二人なので、まあ、せっかくだからね、この二人も攻略していこうかなと思います。今日はどっちにしようかな。まあ、どっちでもいいか。はい、どっちか攻略します。というわけで、名前を入力していきます。かっこいい名前がいいな。まあ普通にここは無難に。はい、じゃあね、今回の名前ママ好き。ママ好きで行きましょう。だけど行ってみよう。よう転校生、学校には慣れたか。ところでもうすぐ文化祭だな。一緒に見て回る人はいるのか。あー、なんかこんなような会話したな。確かね、こいつがね、チュートリアルをしてくれたんだよ。まあいいや。お前に聞くことはとりあえずねえけど、なんでもいいけど、なんて呼ぶのお前名前。え、津田沼も津田沼もさんしげ。まあいいや、なんだってお前は。よっしゃ、やるか。要するにこういう光ってるやつを見つけて会話の種をたくさん作っていくんだよね。ああ、びっくりした。あ、俺この子がいいんだけど、一番タイプなんだけど、これねえ、よう、ママ好き、俺のことママ好きって呼ぶんじゃねえよ。おい、早速いじめられてんじゃねえかよ。三鷹美優よろしくな。はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃ可愛くないこの子。ところで何持ってんだ。学校にそんなもの持ってきてんのか。変態なんだな。まあ、バレちまったらもうしょうがねえ。隠すことねえよ。拾っただけだよ。はい、拾ったってことはそういうのに興味あるってことじゃないのか。話題エロ本拾ったとかいう最悪なワードだ。可愛いな。しかし可愛いな。これしゃがむとかできないのかな。できねえな。じゃあこの子生徒会長だっけ、この人。高円寺なんとか。はいはい、よろしくお願いします。まあとりあえずそんなわけで会話の種を探していこう。こういうの、こういうの、こういうのね。パンツが落ちている、パンツ手に入れた。パンツ手に入れた。こんにちは。この子も可愛くね。この子は対象じゃないのかな。千駄ヶ谷足野さん。はい、なんか言おうかな。あ、話題が足りません。ってことはこの子もデート誘えるね。なんだこのパイナップルみたいな頭してるやつは。すいません、財布落としてしまったんですけど、どっかで見かけませんでしたか。まあ見つけたらこの人に返せばいいんだな。わかりました。よう先生、この子もいいな。ほら、先生なんだよ。なんかなんとなくこの人は覚えてる。何これ、県見川春子さん、わかんないけど。はい、学年によりズボンやネクタイの色が異なります。ではママ好きくん、学年つまり2年生のリボンとネクタイ。知らねえ、知らねえ。終了。あった、やったやった。ね、生徒を見かけたらママ好きくんと同じ学年。はい、何が欲しい。先生が欲しい。ダメか。先生が欲しい。あー、ダメだ。何度言ってもダメだ。まあ話題もらうか。得意な科目。はい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 。そうなんだ。なんでめちゃめちゃ白くてめちゃめちゃ光ってるように見える。もう一周回って裸に見えるんだけど。まあいいや。お前何やってんだ。おめえ何やってんだよ。やべえ、全然真正面にいても目を合わせてくれない。俺虫かなんかだと思われてんのかな。死んでる俺、大丈夫。まあ話しかけてみるか。すいません、私は図書院のなんとかと言います。3年生の先輩が返却期限過ぎても。ああなるほどね、本返しに来ないと。わかりました。お茶の水。うん、楽器屋みてえな名前してんな。よし、行くか。俺前回も同じこと言わなかったか。まあいいや。はい、あ、こいつじゃねえんだ。じゃあこいつか。おめえか、お茶の水は。はい、あ、こいつだ。私のために取りに来てくださったんですね。感謝いたしますわ。はい。あなた見かけない顔ですけど、最近転校してきた子。ああ、そうです。はい。あ、3年生。俺確か2年生だったね。この子は、デートしてくれない。お、すげえ、机。机無視して移動できる、これ。はい、開始します。はい。さよなら。あ、あっちにもなんか光ってるね。なんかいっぱい話題手に入れて、どうする。じゃあ今回この子にする。あとどの子がいるんだろう。え、サクッと素通りしたけど、今なんかすげえ変なやついたな。ウド鈴木みたいなやついんな。
はい、ま、よう、まばすきくん、ちょっといいかな。僕は君と同じクラスで文化祭委員の亀戸。なるほどね。フランクフルトに何をかけるか。もう何もかけない。はい。もう何もかけないから。うん。普通にケチャップでいいから、あれは。財布見つけた。あ、そういえば財布落としたって言って困ってた人いたもんね。ちょっと行ってみよっか。はい、じゃあね、この人、この人が財布落として困ってる人だね。はい、財布見つけましたよ。見つけたけど、てめえには返さねえよ。よし、じゃあ、ってわけで、なんか話題探しに行くか。これは俺がいた教室ね。で、これがウド鈴木で、ここ。ああ、かわいいじゃん、この子も。はじめまして、美術部1年の稲毛萌え。萌え。まあいいや。うん。スタンプラリー。へえ。なるほどね。うん。で、校内どっかに設置したので、ああ、なるほどね。絵を見つけろと。わかりました。あ、これ前回攻略した子じゃなかったっけ？え、この子だよね。え、そうだよね、確か。はい。確かこの子を前回攻略したんだよ。もう今ない。ってことは今回違う子。この子も可愛くない？普通に。要するにさ、俺ギャル好きなんだよね。一番可愛い。こんにちは。はい、夏美。はい。両国先輩に渡してください。ラブレターを。うわ、クソどうでもいいの預かっちまったよ。そこの君、そこら辺何か落ちてなかった？もしかしてこのパンツですか？ああ、お前パンツ落としたのかよ！おい、パンツ落としたってことは、てめえ今何も履いてねえのかよ！とんでもねえ知女だな。ん？お前は何？よう、ママ好き。俺のことわかるか？同じクラスの千葉っていうもんだけど。ところで今だったら掃除手伝ってくれないか？ああ、なるほどね。もう、強制イベントなんだ。はい、ゴミを拾った。はい、ゴミを拾った。はい、ゴミを拾った。じゃあ、最後のゴミ。あーおっと、おめえはゴミじゃなかったようだな。はい、手伝いました。まあ、これで話題結構手に入れた。あれ？ちょっと待って。今のとこさ、この人しかさ、え？待って。まだいたよね。あれ？あれ？あ、この人、今回このじゃ気難しいこの人、俺とね、全く相性が合わなそうなこの人とね、デート行くか。はい、じゃあ楽しい話しましょう。どうしよう。得意な科目についてこういうの好きだろ。ほら、国語、春子先生の授業分かりやすくて面白い。次は、掃除を手伝った。はい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 。で、次は、どうしよう。あといいのないな。あ、本を回収したとかいいんじゃない？ざけんな。ざけんなよ！ダメだ、気難しいタイプだ。滑り止め行くか。滑り止めな。滑り止め、あ、この人じゃないわ。あれ？なんかあっちでもまた光ってんな。何あの光ってるやつ。え？何これ？これ美術部の絵ね。オッケー。絵見たぞ。はい、見つけました。面白かったですか？面白かった。はい。美術部のスタンプラリー。まあ、それはいいんだ。今、スタンプラリーはいいんだ。この子。お話しましょう。この子が好きそうなやつ。パンツ返した。はい。もう早速言いふらすから。エロ本拾った。ああ、ダメか。興味ない？財布返さなかった。あ、ダメだ。まあいいや。ユーモアのねえ奴らだったわ。まあ、とりあえずじゃあ次の日行こう。はい、じゃあ、エッチな本渡すってあるな。こいつの？あ、こいつのか。まあいいだろう。じゃあ一緒に帰るか。はい。もう帰る。もう僕帰る！もう僕帰るといえば、小学校の時の塚田光輝くんめっちゃ言ってたな、それ。なんかちょっといじったりするとすぐ怒って、もう僕帰るって言って帰っちゃってたな。うん。はい、文化祭までに。まあ、何一週間くらいあるんだよね、猶予は。結構時間はね、たっぷりあるのよ。この人が一番良くない？一周回って。見ろよ、この目の輝き。な。いや、なかなかこの目の輝きにはたどり着かないよ。我々じゃ。やっほー変態。え、ご褒美くれんの？はい。ご褒美だ！ご褒美くれる。かわいい。
なんかあるか、ちょっと手伝ってくれないか、他の教室から余っているチョークを見つけてきてくれ。お前すぐ俺に物頼むな。俺はお前のお母さんじゃねえからな、マジで。ざけやがって。どけ。あ、なんかあるか。あ、コスプレ、まあメドックでいいんじゃない、無難に。うん、お前らみてえな素人はこういうの喜ぶんだろ。はい、チョーク、おー、あるね、チョーク。はい、チョーク。はい、スタンプラリー。スタンプラリーで思い出したけど君が欲しいわ。はい、変態、また変態って言われたよ。かわいい。あれ、そういえばこいつにラブレター渡せって言われてなかったっけ。両国先輩に渡してください。自分で行けや。弁当箱なくしてしまって。何でもなくすな、おい。本当に大切な夢だけはなくすんじゃねえぞ。大切な夢だけはなくすんじゃねえぞ。先生と結婚したい。よ、お話しませんか。もう早速お話か。コスプレはメイド服。よし。美術部のスタンプラリー。よし、オッケー。あとは、フランクフルトには何も書けない。お、全部成功した。どうした？どうした？今新しい生徒役員募集。なるほどね。よっしゃ、とりあえずいいか。ラブレターこいつだな。まあ確か前回はあげなかったんだよ。だから今回あげてみるか。え、いや感想は、クソが。なんか話あるか。なんで私は本の返却に遅れたか分かります？お目が抜けてるからじゃねえの？あー、なるほど、おどおどする姿が。へえ、なんか気持ちわかるわ。うん、いいんでもないのにわざわざ取りに行ったら感謝しますわ。これからも私に使えるといいですわ。まあいっか。まあ男はちょっとね、こうやってね使われてた方がねうまくいくんだよ。あ、1年生で生徒会に入ってくれる人。そう言われましても。こんにちは、生徒会に入って。おー、あ、いいんだ。生徒会に入ってくれる人見つけたよ。早速見つけました。はい、ありがとう。はい、じゃあ次は。はい、チョーク渡しました。もうクソどうでもいいわ。え、お前ちゃんと頭下げてお礼しろよ。お前、おい、その汚い額で床にキスしろ、畜生。あ、ラブレター渡してきたぞ。はい、名前書いたっけ、知るか。あ、そう、こいつ弁当箱なくしたとか言ってたな。どうやったらなくすんだよな。何を探してるの？パンツ探してます。はい。あ、ダメだ、話題教えてくれなくなった。機嫌損ねて。ああ、こんにちは。弁当箱っぽいの光ってんな、なんかあそこに。なあ、録画でちゃんと映ってるかわかんないけど、なんか光ってんの見えたぞ。透けて。あれ？あった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 。あ、弁当箱。美味しそうな匂いがする。いや、食べない。俺、人の手料理ダメなんだよ。嫌いなんだよ。うん。無理無理。なんか、小学校の時さ、弁当交換とかあったじゃん。俺、絶対無理だった。マジで。手料理マジで嫌い。無理。だけで返すよ。はい、OK。はい、話せるか？会話を2回成功。あー、趣味。おー、いいね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 。あともう1回成功すればいいんだな。美術部のスタンプラリー。ざけやがって、ブブーじゃねえんだよ。どうしよう。この人堅苦しい人だからさ、弁当届けたぐらいしかなくね。あ、チョークを探してきた。よし、オッケー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 。話終わり、ありがとう。うん。お、どうした？どうした、どうした？不登校の生徒が一人いて。ああ、なるほどね。ああ、いじめとかはないけど、なんで来なかったかわからないと。ああ、なるほど。じゃあ、不登校の人探せばいいんだな。じゃあ、ちょっと不登校の人を探してきます。誰か探して、不登校の子。あ、この人か？あ、この人中学の頃一時期不登校だったんだ。ああ、数日休んだらなんとなく学校に行きづらくなった。へえ。あ、なるほどね。うん。へえ。あ、目立ちたくないと。へえ。人間なんて目立てれば目立たた、め、もういい。なんも喋らん、俺は。
はい、不登校見つけました。これ階段の下からパンツ、うわくそ。はい、うん、目立つのが嫌らしいです。はい、今度定期テストに向けて数名で勉強会するから。へえ、あ、なるほどね。おい、てお前、てどうした、突然俺の体に突き刺したのかよ。怖えな、おめえは本当に。どちらかといえば俺の中ではお前が不登校候補ナンバーワンだったんだけど、意外と違うんだよな。帰る。5日後が文化祭。へえ、文化祭に誘わないという選択する。へえ、そういう選択もあるんだ。ありえねえだろ。え、なんだったらさ、3人とも誘って3人と行きたいんだけど。ねえ、やる。ヤッホーママ好き。すげえ悪口。お前またなんか俺に頼むんじゃねえだろうな。うん、俺をさせてくれ。話題が欲しい。うん、苦手なものの話。ああ、いいんじゃない。うん、俺の苦手なものなんだろうな。虫とお前が一口食べた後のパンとかかな。はい、こんにちは、委員会の人。こんにちは、先日は本を代わりに回収してくれてありがとうございました。はい、あ、人と話すの苦手なんだ。でも俺とはペラペラ喋るけど、俺人だと思われてないってことなのかな。うん、なるほどね。どこを見るようにしますか。おっぱい見てる。よくないと思いますし、相手も多分目線でわかるのでやめた方がいいですよ。そう言われてもな。男なんてみんなそんなもんだと思うけどな。うん、まあいいや。ヤッホー先生。あ、そろそろ慣れたっちゃ慣れたけど好きです先生。おお、もう出来上がったじゃん。この女脈ありだぞ。ざけんな。マジで。先生の子供が欲しい。おい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 。先生をからかっちゃダメよ。春子先生の子供が欲しい。いや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 。なんか話あるか。放送部、あ、そうなんだ。何が聞きたいか意見を。あ、先輩のラジオ、あ、なんか面白いんじゃない。うん、なんか面白そう。こういうの面白そうだよね。うん、私の代わりに掃除しといてくださる。あー、まあ一応引き受けてみるか。中央階段、ゴミを3つ。はいはい、これで最後のゴミ拾った。いや、この子、あの3人の中だったらこの子が一番好きかもしれない。はい、ゴミ拾ってきました。うふふ、ゴミがゴミを拾ってきました。おめえ、なんてこと言うんだよ。お前、この時代にこういうこと言うのは荒れるよ、マジで。よくできました、ありがとう。もういい、これからお前の顔一回も見てやんねえから。もうお前の体しか見てやんねえから、それでストレスを感じろ、お前は。マジで。よし、次は、なんかあるかな。お前なんかあるか。文化祭まで僕らが販売するフランクフルトについてどう思う。エロいと思う。うん。バカだな、本当に。本当にバカだな、君は。ここ、はい。お前なんかあるか。あ、振られちゃったんだ、へえ。なっちゃん、かわいそうに。知ってますか、先輩。この子、高2は文化祭を恋人と過ごすと幸せになれるという伝説があるんです。はい、だから夏美は嫌いません。両国先輩には振られましたが、頑張って別の先輩に告白して文化祭までに恋人を作るんです。どうしても先輩じゃなきゃダメなのか。俺とにしてよ、じゃあ。俺まあまあ大人よ。ダメか。こんにちは、パンツなくした先輩。またパンツなくした。何、パンツをなくすシチュエーションは。どうしたらパンツなくすの。あ、パンツ拾いそうな人を探す。俺そういうの得意。待ってて。お前だな、絶対お前、絶対お前。ほらほらな、職員室に届けようとしてたんです。本当ですよ。ほら、絶対お前。ところでママ好き先輩、パンツ落としたってことは今ノーパンなんですか。これは阿佐ヶ谷先輩のパンツ。はい、まあ、ノーパンです。もう一発で見つけたから。顔見りゃわかる。船橋くんが盗んでました。はいはい、あいつが盗んでた。完全に盗んでた。よっしゃ、とりあえずやることも終わったので話してみるか。なんか用かな、お話しませんか。よし、集めてきた話題から3回。フランクフルトはエロい。あ、ダメか。コナオさん、両国先輩のラジオ。はい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 。あと文化祭の伝説。はい。あまり楽しくなかった。よくそんなこと言えるな、お前。純粋って一番罪だわ。
まあ、やっぱり下ネタはよくねえっつうことだよ先輩。話せるかな。苦手な物事について。はい。あ、甘いもの嫌いなんだ。へえ。じゃあ次は弁当届けた。優しいよ俺は。あと校内放送は両国先輩のラジオ、これどうだ。いや待った、パンツ返した。あ、船橋くんがパンツを盗んだ。はい。おお、喜んでる意外と。はい、面白かった。不登校の子から返信が来た。へえ、そうなんだ。ああ、そうかそうか。ママ好きが両国先輩に話を聞いてくれたおかげだわ、ありがとう。はい。勉強会があんたも参加しなさい。へえ。文化祭を成功させましょう。え、告白する？待って、文化祭に誘う、告白するってあるんだけど、告白しようじゃ。え、あら、あんた私のこと好きだったの。え、あ、なんか文化祭ルートと付き合うルートあんの。付き合ってあげるから感謝しなさい。ところであんた、津田沼に文化祭の伝説について聞いていたわね。はい、聞きました。私と文化祭を一緒に過ごして私を幸せにしなさい。いいわね。あ、意外と明るい一面持ってるんだ。ちょっと指刺さってない俺に。ねえ、これちょっと指刺さってるな俺にな。ハッピーエンド1、高円寺。あー、文化祭じゃなくて付き合っちゃったんだ。俺の人生もこのくらいうまくいけばいいのに。前回はこの子で、今回はこの子なので、次回いつやるか分かんないけど、次回はこの真ん中のこの子、話つまんねえって言われちゃったのでちょっとショックなのでね、次はこいつを殺していこうと思います。というわけで今回はここまで、お疲れ。